YouTuber のチャンネル。こんにちは、ムーです。本日もね、花見月文学記念館からお送りしております。本日はこちら、夏目漱石名案、この作品についてお話ししていきたいと思います。この名案という作品の執筆途中で夏目漱石は亡くなってしまうので、つまりこの作品は夏目漱石の未完の遺作なんですね。完結する前に夏目漱石が亡くなっちゃった。そして私ムーが読んだ夏目漱石の作品の中では2作目、昨年の夏にこちらのチャンネルで取り上げさせていただいた草枕、こちらですね、夏目漱石3作目の長編小説として分類される作品ですね。まあ、夏目漱石は小説家としてのデビューが割と遅くて、1905年かな、ホトトギスに掲載された我が輩や猫である、まあ、37歳ぐらいの頃ですかね。そこから1916年の12月に亡くなるまでの、まあ、約10年間キャリアの間に全部で15作かな、中編と長編の小説作品を残していて、デビュー作の我が輩や猫であるとか、その次の坊ちゃんとか、超有名作品を飛ばしていきなり第3作目のこの草枕から読み始めるっていうね。でもまあこれはかなりそのキャリアの初期の方の作品ですけども、そこからさらにね、まあ、普通だったらその後まあ三四郎とか、まあ、あるいは後期三部作と言われている彼岸杉までとか、まあ、そういったところに行くルートは結構多いと思うんですけど、そういうの全部飛ばしていきなりキャリア最終作品のこの名案に飛ぶっていうねこのジャンプこういう読み方してる人あんまりいないかと思うんですけども、あえてね、普通の人は行かないようなルートでちょっと読んでみようかなというところで読みましたよ、この名案。まあ、それ以前に読んだ夏目漱石の作品が草枕しかなかったので、まあ、この草枕って作品も夏目漱石のキャリア全体の中で言うとかなり変わった作品みたいなんですけど、一応は物語の体裁を取りつつも、なんかこう芸術論みたいなところに話が入っていて、まあ、かなり私の好みに近い作品で、夏目漱石の作品をこれからまあいろいろチャレンジしていきましょうっていう中で、最初に読む作品としてまあいろいろ選択肢がある中で、なんとなく手につけたこの草枕は非常に自分の好みにマッチしていて、あ、なんかたまたまだけどいい選択したなっていう中で、その次の作品がいきなりこのね、名案っていう、これまた夏目漱石の残した小説作品全体の中でもかなり特殊な存在感を放っている作品らしくて、まあ、まず特徴として、夏目漱石が残した全小説作品の中でも最長の長さらしいんですね。見てこの分厚さ、私持ってるこれ新潮文庫版なんですけども、約640ページぐらいありますね。で、未完なんですよ。あ、そしてもう一個特徴として、これ朝日新聞にね、掲載されてたらしくて、こうページめくっていくと、この1番とか、もう次のページ行くともうすぐに2番とか、で、またページ2つめくると、3番。まあ、こんな感じで番号がね、数ページごとに振られていって、最後188のところで終わっちゃう。で、ここで多分漱石がなくなってしまうんでしょうね。で、まあ、おおむね2ページぐらいごとに番号が繰り上がっていくので、まあ、おそらく毎日新聞に掲載されていて、1日掲載分ごとにこの番号が振られてるみたいなイメージだと思うんですけど、この作品確かに長いし、割とこう狭い限られたコミュニティ内でのちまちまとした人間関係みたいなのが延々と続いていくみたいな感じで、特に序盤は結構ね、この物語の作品世界の中に入っていくまで苦労したんですけど、200ページ目ぐらいからかな、徐々にね、あ、この作品の面白さってひょっとしてここなんじゃないかなみたいな部分が見えてきて、気づいたらもうどんどんこの作品の面白さに引き込まれていって、で、個人的に圧巻だったのはね、特にこの番号で言うと171とかそのあたりかな、主人公的な人物がある場所に行き着くんですけど、なんかまるでね、こう夢の中の世界っていうか幻想空間に入り込んでしまったみたいな、なんかちょっとうまく言えないんですけど、そこからはもう、うわ、この先どうなってっちゃうのみたいな、どん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 引き込まれてって、で、最後、うわ、ここで終わっちゃうのかよみたいな、先めちゃくちゃ気になるんですよ。うわ、続き読めないんだみたいな、非常に残念。まあ確かに未完で途中で終わっちゃってる作品ではあるんですけど、それでも面白い、十分楽しめますよ。読み終わって、まあ、結局この作品どういう作品だったのかってこう振り返る際に、後書きにね、唐谷浩仁さんの解説が入ってて、この非常になるほどなと思わせる指摘をされていて、この夏目漱石の主要な作品に対して基本的に一つの視点から書かれている。わかりやすく言えば、そこには主人公がいる、したがってその主人公の視点が同時に作者の視点とみなされることが可能である。しかし名案では主要な人物がいるとしても誰が主人公だということはできない。それは単にたくさんの人物が登場するからではなく、どの人物も互いに他者との関係に置かれていて、誰もそこから孤立して存在し得ず、また彼らの言葉も全てそこから発せられているからである。うん、主人公的な人物がいないっていうのはね、ちょっとんって思うところではあるんですけれども、でもよくよく考えてみると、まずこの主要な人物がいるとしても誰が主人公だということはできない。主要な人物として津田っていう、まあ会社員のとこが出てくるんですね。で、基本的にはこの物語のスポットライトはこの人物に当てられていて、この人物が誰と話するかとか、どこに行くかとか、その他のどういった人物とやり取りするかみたいな部分が語られていくんですけども、それを語っているのはこの主人公の津田っていう人物の視点ではなくって、それを見ているナレーター的な語りなんですよ。
神の視点みたいな言い方もすることありますけどね、こういうのって。要するにこの主人公的な人物である津田の視点で書かれてあるわけではなくて、その人物を引きで見た神様的な視点で語られていくわけですね。だからこの津田っていう人物は主人公的ではあるんだけれども、あくまでこの作品の中にいろいろ登場する人物の一人っていう描き方なんですね。まあ、だから基本的にはこの津田っていう人物にスポットライトが当たっていって、彼が誰とやり取りするかみたいな形で話が進められていくんですけれども、もう一人スポットライトが当たる人物がいて、それがこの津田の奥さんにあたるおのぶっていう女性です。この物語が始まった時点で二人は結婚して半年後ってことで、まあ、いわゆる新婚夫婦ですね。まずこの津田の方にスポットライトが当たって、彼がいろんな人物とやり取りしていく。で、今度はこの奥さんのおのぶさんの方にスポットライトが当たって、彼女がどういった人物とやり取りしたのか、で交互に切り替わっていく。だけど先ほどもお話ししたように、この津田とかその奥さんのおのぶは主人公というよりは、あくまでこの作品の中に登場する人物の一人という形で、引きの視点でどういったことをしたのかっていうのを語られていくと。で、この唐谷浩仁さんの解説で、明暗以前の漱石の作品はこういう形取られていなかったんですって。で、私草枕からいきなりジャンプしちゃってるんで、そこら辺の詳細がわからないんですよ。まあ、もっと言うと、草枕って、まあ、以前ね、このチャンネルの動画でも紹介させていただきましたけど、人情とか感情的な要素が発生しないような、そんな芸術を求めていく作品だったのに対して、この作品はめっちゃ人情なんですよ。まあ、他の解説なんかではこの作品のことを人間のエゴイスティックな部分、様々な人間のエゴイズムを描いてる、まあ、そんな解説があるくらい非常に人情味あふれた作品ですよ。まあ、人間と人間の関係みたいな。私、草枕からいきなりジャンプしてるんで、この作品に非人情的なね、元を求めた作品からいきなり人情味あふれる作品に来たんで、結構ね、あれ、夏目漱石こんな感じなのみたいな。そう、そのね、急変っぷりがすごく面白かったっていうのもあるんですけど、特に面白いなと感じたのは、その人物と人物の会話、やりとりのとこですね。感情と感情のぶつかり合いみたいな。なんだけど、ここがね、夏目漱石独特のところなのかちょっとよくわかんないんですけど、登場人物同士の会話がね、非常に論理的というか、とにかくめっちゃこう心理戦というかね、探り合いをするんですよ。自分の発したこの言葉に対して相手がどういう表情をするのかとかをすごく探りながら、次にどんな言葉を発するべきなのか、みたいな部分に非常に頭を巡らしたりとか、そういったその心理過程をかなり丁寧に書いていく。で、それぞれの登場人物にそれぞれの立場があって、それぞれの思惑があって、利害関係があって、場面ごとに、あ、今度はこの人とこの人が会話するんだ、うわ、どんな会話が繰り広げられるんだろうみたいな、読み進めていくと非常に面白い作品全体通して、確か1週間前後ぐらいの期間かな、非常に短い期間の間に津田とその奥さんのおのぶとこの2人を中心にいろんなことが起こる。で、作品自体は津田がお医者さんで手術の必要があると言われるところから始まる。私これ読んでた時分かんなかったんだけど、なんか血の手術らしいんですね。唐谷浩仁さんの後書きのところには痔の手術って書いてあるんですけど、具体的にそういう風に書かれた箇所はなかったような気がするんだけど、どうもそうらしい。読んでる時分かんなかったんですけどね。で、私5年前に実は痔の手術受けたことがあって、私の場合は手術後の1ヶ月ぐらい痛みがずっと続いてて、歩くのも大変な状況だったので、こちらの作品の記述ではもう5日ぐらいで特に痛みもなくって感じだったので、ちょっとね、そういった自分の経験とは相違のあるような経過をたどっているので、あ、これ痔の手術だったんだみたいな、ちょっとそこはね、読んでて分かんなかったところなんですけど、まあそうらしいと。で、この津田は会社勤めをしている、まあ、新婚の男性なんだけれども、生活の費用をある程度結構親に工面してもらってる。そんなところにこの手術費用が必要だという状況になったと。そこへ来て親から、今月はいつも通り送金ができないから、そっちでどうか都合しておけという連絡が手紙に届くと。今月の生活費を送ってもらえない上に手術費も出さなくちゃいけなくなっちゃった。どうやってお金工面しようってことで、この奥さんのおのぶと二人で、まあ、その金策を練らなくちゃいけないんだけども、いい案が浮かばない。あ、じゃあ親戚のおじさんとこにお金借りに行こうか。いやいや、ちょっと微妙じゃないかなみたいな。じゃあおのぶ、お前のおじさんとこどうだ。いやー、ちょっとそれはみたいなところでこう視野を巡らす。それがこの手術入院するにあたって会社を休まなくちゃいけない。津田の働いている会社の社長かな、吉川って人物がいて、まあ、彼に挨拶しに行く。で、この吉川とその奥さんの吉川夫人、この二人は津田とおのぶが結婚する時の売借人も務めてくれて、だからこの津田夫妻にとってはかなりお世話になってる人物。特にこの吉川夫人の方は実はこの津田と深い関係があって、それが物語が進むにつれて徐々に明らかにされていく。この物語冒頭では、まあ、この手術が決まったのでその報告をしに吉川の元を訪ねて、まあ、その流れで夫人のところにも挨拶に行く。で、ここでこの作品に登場する、まあ、主要な人物をちょっとまとめたので見てください。まあ、大体こんな感じかなっていうところで、ざっくりなんですけど、まずこの物語の中心となる津田、そしてその奥さんのおのぶ、上に書きました。まあ、二人は夫婦であると。で、この津田に妹がいるんですね。おひでっていう。
津田とおひでは兄弟。で、このおひでは、実はこの津田夫妻のことあまりよく思っていない。で、この津田は親にお金を送ってもらってるの、生活のためにね。なのに、このおのぶが贅沢してる。まあ、実際どうなのかは、この物語の中でより詳細に描かれていくんですけども、まあ、おひではこのおのぶのことをあまりよく思ってない。まあ、そんな関係。で、その横に親戚っていう列を設けてます。まず、この津田家の方の親戚。まあ、津田から言って、で、おじさんにあたる藤井っていう人物がいるんですけども、その藤井一家。それから、おのぶの親戚。まあ、おのぶから行って、おじさんにあたる岡本っていう人物がいて、まあ、その一家。っていうところで、まあ、まずこの物語序盤の、まあ、お金の工面が必要になったってところで、津田夫婦は、この親戚である岡本とか藤井のところに、ちょっとお金借りに行けないかなみたいなところで、こう、いろいろ思案する。で、おのぶは津田から提案されて、ちょっと岡本のところに、おのぶ、お金借りに行けないか。いやー、ちょっと、みたいな。渋る。で、津田の方は津田の方で、こう藤井のところに、実際に借りに行くんですね。で、その横の列。お世話ってちょっと分かりにくいんですけど、まあ、お世話になってる関係みたいな感じで、まあ、特に吉川夫人ですね。先ほどもちょっとお話ししましたけど。これと津田はお互いにある秘密を共有する深い関係があるんですね。なのでこの吉川夫人は津田のことを非常に可愛がっているというか、よく面倒を見てあげてるような、そんな関係なんだけれども、おのぶのことあんま気に入ってない。おのぶはおのぶで、まあ、自分の立場とか、あるいはこの夫である津田を愛する気持ちから、ものすごく頑張るし、非常に理知的な女性で気も回るし、決して悪い人物ではないような印象を受けるんですけれども、この説明の中で登場した津田の妹のおひでと吉川夫人がこの二人からはよく思われてない、こういう関係なんですね。そして一番右の列、まあ、知人と書きましたけども、この津田の旧友、古くからの知り合いである小林って人物がいて、この人物がこの作品全体の流れに大きなフックを与えるような役割になるんですけれども、まあ、今ここまで紹介してきた小林以外の人物っていうのは、まあ、ある程度裕福な育ちというか生活に余裕のある人々なんですけれども、小林は貧しいんですよ。卑屈なところがあって、津田の余裕のあるところが気に入らないと。だから津田とかおのぶとこの小林が会話する場面が出てくるんですけど、もうねち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 と相手の嫌がるような言動を繰り返していく。僕、友人って紹介のされ方なんですけどね。津田もおのぶも小林のことを嫌だと思ってるし、小林自身はそのことを知ってる。知っててあざと絡んでくる。そんな関係。で、この小林は最初津田が藤井のところにお金を借りに出かけたらそこにいる。で、この小林は津田の親戚である藤井のところにお世話になってる。小林の妹のおきんって女性がいて、彼女はこの藤井のところで働いてる。だから津田が、まあ、お金を借りようと思ってこの藤井のところに出向いていくと、そこに小林がいる。まあ、主要な登場人物はこんなところです。まあ、他にもたくさん出てくるんですけどね。あえて単純化してまとめるとこんな形になります。まあ、こういった人物同士の会話ですよ。そこが非常に面白いわけです。例えば、津田と吉川夫人の会話する場面。津田と小林が会話する場面。おのぶと小林が会話する場面。おのぶと吉川夫人が会話する場面。で、この後書きの唐谷浩人さんがもう一つすごく面白い指摘をしていて、これ、あ、なるほど、確かにそうだなと思った部分があるんですけど、この作品がドストエフスキーの影響を受けてる。具体的にはね、明暗において漱石の新しい境地があるとしたら、それは側転虚子というような観念ではなく、彼の表現のレベルにおいてのみ存在している。この変化は多分ドストエフスキーの影響によると言えるだろうというふうに書いていて、まあ、実際にね、この作品の中で先ほど紹介した小林って人物がドストエフスキーのことを話すんですよ。ロシアの小説、ことにドストエフスキーの小説を読んだ者は必ず知っているはずだ。いかに人間が下賤であろうとも、またいかに無教育であろうとも、時としてその人の口から涙がこぼれるほどありがたい。そうして少しも取り繕わない思春思性の感情が泉のように流れ出してくることを誰でも知っているはずだ。君はあれを虚偽と思うか。こんなセリフが小林から飛び出す。で、確かにこのチャンネルで以前ね、ドストエフスキーのカラマゾフの兄弟動画配信しましたけど、あそこでミハイル・バフチンっていう人物のドストエフスキーの評論を紹介させていただきました。私、思想のオーケストラなんでね、風変わりな表現を使わせていただきましたけど、様々な思想を議論の形で作品の中にこう立体的に配置することによって作品に深みを持たせるというか、そしてその一つ一つの議論考えっていうのは必ずしも作者のドストエフスキー自身の考えとは限らない、そういう作品の構成のさせ方、まあ、そういった視点でこの明暗という作品を見たときに結構近いとこ狙ってんなって感じがするんですよね。まあ、引き続きこの唐谷浩二さんの後書きの文章を紹介させていただきますけど、彼らの饒舌、激情、急激な反転はそのような他者に対する緊張関係から生じている。言い換えれば、漱石はどの人物をも中心的、超越的な立場に立たせず、彼らにとって思い通りにならず見通すこともできないような他者に対する緊張関係において捉えたのである。明暗がドストエフスキー的だとしたら、まさにこの意味においてであり、それが平凡な家庭的事件を描いたこの作品に切迫感を与えている。人物たちは何かが差し迫っているかのように目まぐるしく交錯し合う。我々が読みながらそれを不自然だと思わないのは、この作品自体の現実と時間性の中に巻き込まれるからである。そしてこの異様な切迫感は、客観的には平凡に見える人物たちを強いている他者に対する異様な緊張感に対応している。まあ、繰り返しになりますけど、いろんな登場人物たちが場面ごとに
いろんな会話を繰り広げていくわけですけれども、あ、場面転換まとめたので、ちょっとそれもせっかくなんで見ていきましょうか。はい、こんな感じでまとめてみました。まず一番左側の列、スポットライトと書いてます。基本的には、この津田という人物がどういった場面、どういった場所に行って、誰とどういう会話をしているのか、そういった形で描かれていくので、スポットライトは津田に当たっているんですけれども、途中からね、奥さんのおのぶにスポットライトが切り替わって、このおのぶさんがどういった場所で誰と会話しているのかとか、そんな風な描かれ方に変わる。まあ、具体的には、この表のその右側の方の列で表現しています。スポットライト列の横に連載会、まあ、先ほど序盤で紹介した数ページごとに繰り上がっていくこの数字ですね。そしてその右横の列で場面、連載会の番号に対応した場面、そして一番右の列、まあ、2列使ってるんですけど、まあ、どういった相手と話してるのか、2列あるうちの左側はスポットライトが当たってる人物との関係、右側は具体的な人物名、あ、でこの1妻とか3お世話と書いてるのは、これ先ほど見せた別の表の方の書き方に準拠してます。これでだいぶねコンパクトにまとめてる方なんですけど、まあ、結構場面切り替わりますよね。第1回から第44回までが津田にスポットライトが当たっていて、で45回から91回までおのぶにスポットライトが当たる。でその後また92から123まで津田にスポットライトが戻ってきて、で124から130までおのぶで124から、ここはね個人的にはねこの作品のハイライト、まあ、具体的にはおのぶと津田の妹のおひでが、まあ、直接対決というか会話するシーンなんですけど、ここが本当に圧巻で、この場面に関してはこの2人の会話は会話文じゃなくて2人の心理描写、どういう会話が行われたのかっていう、お互いの心理の動きみたいのをナレーターが延々解説していく、なかなか会話が始まんなくて、連載会でいくと124から始まって126の終わりまでずっとお互いの心理描写というか、どういう会話が繰り広げられたのかっていうナレーションの書き方で進められていく、なんじゃこれみたいな。で127入ってようやく会話の形になるんですね。ここはマジで圧巻、とうとうここまで来たかみたいな。ちょっと紹介しましょうか。座についたおひでが暗に相違していつもより愛嬌のいい挨拶をした時にはほとんど我を疑うくらいに驚いた。その疑いをまた少しも後へ繰り越させないように手抜かりなく仕向けてくる相手の態度を目の前に見た時、おのぶはむしろ気味が悪くなった。なんという変化だろうという驚きの後から、どういう意味だろうという不信が湧いて起こったけれども、肝心なその意味をおひではまたいつまでもおのぶに説明しようとしなかった。そればかりか昨日病院で起こった不幸な生き違いにおいてもついに一言も口を引く様子を見せなかった。相手に心得があってわざと際どい問題を避けている以上、おのぶの方からそれを切り出すのは変なものであった。第一、好んで痛いところに触れる必要はどこにもなかった。と言ってどこかで区切りをつけて双方をさっぱりしておかないと、自分は何のために今日ここまで足を運んだのか周囲が立たなくなった。しかし和解の形式を通過しないうちにもう和解の実を挙げている以上、それをとやかく表面へ持ち出すのも馬鹿げていた。利口なおのぶは弱らせられた。会話が滑らかに滑っていけばいくほど一種の物足りなさが彼女の胸の中に頭をもたげてきた。しまいに彼女は相手のどこかを突き破ってその内側を覗いてみようかと思い出した。こんな点にかけるとすこぶる冒険的なところのある彼女は、万一やり損なった暁にこの場合から起こり得る危険を知らないではなかったけれども、そこには自分の腕に対する相当の自信も伴っていた。その上もし機会が許すならば、おひでの胸の格別なある一点に打診を試みたいという希望がおのぶの方にはあった。そこを叩かせてもらって局部から自然に出る本音を十分に聞くことは、津田と打ち合わせを済ました訪問の処理でも何でもなかったけれども、おのぶ自身から言うとうまく講話の役目をやり下ろして帰るよりもはるかに重大な要項であった。津田に隠さなければならないこの要項は長い、めちゃめちゃ長い。まだまだ続きますよ。まだ半分もいってないですからね。これが第124回の半分ぐらいで、この後まだ125を切って126も終わってようやく会話に入る。127、そう言われると何と言っていいか分からなくなるわね。私なんか津田に愛されているんだか愛されていないんだか自分じゃまるで夢中でいるんですもの。ひで子さんは幸せね。そこへ行くと最初からご自分にちゃんとした保証がついていらっしゃるんだから、こんな感じで会話にやっとなってくれる。ここ以外の会話の部分においても心理描写みたいな部分も非常に丁寧に書きながら会話も進行していく。まあこんなとこですかね。まあ、こういった緊迫感のある会話ですとか心理描写みたいなものを通して人間のエゴイズムを描いてるのかな、わかんないけど、私は非常に読み応えを感じる作品でしたね。私も未完なんでね、まあ、続きどうなんだろうみたいな、やっぱり。でこのチャンネルの視聴者さんに教えてもらったんですけど、続名案っていうね、水村美奈江さんっていう小説家の方がこの未完に終わった夏目漱石の名案の続きの作品をね、独自に書かれたみたいなんですけど、1990年9月に千曲書房より出版された作品。そうなんだ。これね、私まだ読んでないんですけど、まあせっかくね名案読み終わったので続名案ね読んでみようかなと。まあどうでしょうね、この草枕からいきなり
明暗にジャンプするっていうかなり一般的ではないと思われる経験をしてみたわけですけれど、個人的には、約10年ほどある夏目漱石の小説、執筆キャリアの中でのかなり序盤の方にあたる作品と、一番最後の作品というところで、変化というかね、おそらく他の夏目漱石作品と比べても隔たりの大きい2作品だと思うので、そういった極端な2箇所にこう連続してアプローチできたのは非常に面白い経験だったんじゃないかなっていう印象があります。まだ他の作品読んでないからちょっと何とも言えないところではあるんですけど、この作品自体は単体で見ても非常に面白かったのでおすすめですし、こう来て次にどの作品にアプローチしようかっていう楽しみも一個ありますしね、こういった部分も踏まえてこの夏目漱石明暗、この作品のオンライン読書会、実は昨年2020年下半期毎月ね月末に行っていた生配信の企画なんですけど、そして昨年12月のオンライン読書会の回でこの明暗をね取り上げるつもりだったんですけども、私が読み終わらずやっとね今年2021年入って先ほど読み終わったばっかりなんですけど、これを受けて今月ですね、タイミングいつにしようかな、今1月10日ですので3連休前間に合わなかったか、1月15日金曜日の夜にしましょうか。やっぱりご参加いただく視聴者の皆さんのねご都合なんかもできるだけ考慮したいと考えておりますので、もしこの日にちでご都合悪い場合は早めになコメント欄ですとか、あと最近設置したばかりの質問箱とかありますので、そちらの方にもご連絡いただければと思います。一応暫定で金曜の夜で、非常にありがたいことにこのチャンネルのよくコメントいただく視聴者さんね、夏目漱石なんかも含めて私なんかよりもはるかに文学詳しい方が多いのでそういった皆さんがね、私の明暗ジャンプ草枕からいきなり明暗に行くっていうね、この特殊な読み方も含めて、どういったご感想いただけるのか非常に興味あるところですので、いろいろこの作品についてのお話をしましょう。で、この表なんかも含めていろいろと作品の中身に関するお話してますけど、実はネタバレにならないようにここは結構肝心な箇所だなと思われる箇所はあえて触れないような話し方をしてますので、その点はご安心いただければと思います。この表で行くと最後ある場所に津田が行く、どこなのか、ここも圧巻ですよ。この作品何回かこうハイライトというかピークみたいなとこ来るんですけど、個人的なハイライトは2箇所あって、1つはこの斧部と尾秀が対峙する場面、今紹介しましたね。もう1つは最後の、第168回以降、そっか最後まで津田がある場所に行く。夏目漱石にとっては遺作のね、自分にとっての最後の作品、執筆中はそれを予期もしなかったとは思うんですけれども、の最後の場面ですからね。比較として思い浮かぶのはやっぱ三島由紀夫の遺作天人の御水の最後のシーンもかなり幻想的な場面、主人公なのか本田はわからないけども行くわけですけどもね、なんか近いものを感じますよね。そういう意味でも面白い。こういった部分も含めてオンライン読書会ね、ちょっといろいろお話ししましょうね。楽しみだな。ではでは今日はそんなところで、ショーバッタ電気ガマン。